頑張って。大丈夫、お姉さんがそばにいるから。もらった。そこ動いちゃダメよ。はいはい、これはお任せよ。ウエナ、これで決めるわ。グリーンイリュージョン、上手に描けたね。えらいえらい。頑張って。今のが最後の一匹だ。こんな雑魚どもを始末するのにどれだけかかっているのだ。待ちくたびれたぞ。弱すぎる。人間は弱すぎる。さっさと来い。お前たちをやる。帝国に戻って目障りな連中を全員殺す。そうすればこの俺がこの国の新しい統治者だ。もう完全に壊れている。でもあいつに勝てる方法が残されているのか。まだ勝ち目はあるよ。アーシャ、彼の鎧の胸のところを見て。傷があるでしょ。さっき打ち込んだ時にできたの。あそこに攻撃を集中させれば。虫けらの分際でひねりつぶしてくれる。そこ動いちゃダメよ。また。はいはい、これはお任せよ。これで決めるわ。グリーンイリュージョン、決着をつける。これで終わりだ。そこ動いちゃダメよ。真の絶望というものを教えてやるぜ。もらった。さあ海の神秘を見るがよい。そこ動いちゃダメよ。これはおまけよ。無礼な。そこ動いちゃダメよ。もらった。これで決めるわ。グリーンイリュージョン、見ろ。これが人類を超越した者の姿だ。そこ動いちゃダメよ。はいはい、これはおまけよ。さあ海の神秘を見るがよい。もらった。決着をつける。これで終わりだ。無礼な。時の檻からは誰も逃げられない。はいはい、動いちゃダメよ。グリーンイリュージョン、もらった。権限せよ、裁きの剣。年ごと敵を投げ払え。動いちゃダメよ。海の神秘を見るがよい。無礼な。そんな、しくしょう。俺たちの勝ちだ。何、鎧は砕いたわよ。今のうちに行こう、アルフィー。砕い、うわそんな、こんなことが。神となった俺が人間に敗れるだと。あなたは人間の心を失い、世界を呪うものになってしまった。その罪と共に消えてしまいなさい。いやあ、勝ったのか。あの化け物に勝てた。これで帝国軍も撤退するでしょう。リミ、お姉ちゃん、やったわ。よかった。アーシャ様、目を覚まして。アーシャ様、具合はどうですか。アーシャ様、うん、体は動かせるようになったよ。アーシャ様は本当にもう
あんな凡人たちのためにいつもレースを使い切ってしまって、お体に良くないですよ。みことちゃん、村の状況はどう？ご安心ください。アーシャ様が倒れられたすぐ後に連邦軍が到着、帝国軍は撤退していきました。今は連邦軍が森の外縁に駐在し、村の再建に協力しています。よかった。そうだ、アルフィンは？ゾウリムシの心配などしなくても良いのです。昼は村の再建を手伝って、夜は剣の鍛錬をしています。完全に単細胞生物の生活様式ですよ、あれは。そうなんだ。みことちゃん、片付けを手伝って。出発しよう。え、どこに行くんですか？ずっと緊急事態だったから言えないままだったのだけど、緑の記憶が次の記憶のかけらがある場所を教えてくれたの。大陸の一番北にあるそうよ。そりゃちょっと遠いですよ。ゾウリムシを呼んできます。いいの。アルフィンとはここでお別れする。そうですか。アーシャ様はとても優しいのですね。わかりました。今後は一切合切この巫女にお任せください。それに道に迷ったみたい。申し訳ありません、アーシャ様。僕がうっかり地図を持ってき忘れたせいで。大丈夫、もう少し頑張れば森を出られるから。かわいらしいお嬢さん、何やらお困りのようですね。俺の名前はアルフィ。とても頼れる傭兵です。道案内もできますし、戦闘もおまけせ。おまけに料理も得意です。ただいま特別セール中。金貨1枚で俺を1年間雇用できます。いかがでしょう、俺を雇ってみませんか？かけまくもたっとく賢き女王ラバル陛下、この老いぼれからご報告申し上げたいことがございます。白の神のことですね。おお、すでにお耳に入っておりましたか。帝国がいつ正式に宣戦布告してきてもおかしくはございません。軍部も慌ただしく軍を動かしております。白の神に関しては、彼女がディラスタの森に現れ、そこに住まう先住民を助け、侵攻してきた帝国軍を追い返したという報告があったきりです。それで彼女は敵なのでしょうか、それとも味方なのでしょうか。伝説の言う幾度もこの世界を救ったかの神が、もし本当に再びこの世に降臨されたというのであれば、少なくとも我々の敵ではないでしょう。そう、彼女と会ってみたいものだわ。しかし残念だけど、世は首都を離れられません。大司教、連邦女王ラバルの名をもってそなたに命じます。世の目となり彼女を見極めなさい。はあ、仰せのままに。